コーポラティズムとは、政治、経済分野における共同体の概念の一つで、国家や社会などの集団の有機体的な関連性と相互の協調を重視する。コーポラティズムの概念は19世紀のヨーロッパで、当時の個人主義的自由主義による個人主義的な社会観に反対する形で発生し、共同体を人間の体のようにみなし、個人の間における 有機体的で社会連帯的で機能的な特質と役割に基礎を置いた。20世紀にはベニート・ムッソリーニなどファシストがコーポラティズムを主張し、国家組織に経営者や労働者の代表を組織し、統制経済を行った。これは国家コーポラティズムや権威主義的コーポラティズムとも呼ばれる。また、第二次世界大戦後は、 北欧などの民主主義諸国における政府と利益集団のパートナーシップに基づく政策立案、政策運営、利害調整もコーポラティズムと呼ばれる。これはネオコーポラティズムや社会コーポラティズム、民主的コーポラティズム、社会民主主義的コーポラティズムなどとも呼ばれる。コーポラティズムの子はラテン語のコーパスに由来する。日本では時期や指す内容にも応じて、 共同主義、協調主義、統合主義、あるいは協調組合主義などと訳されている。通常、第二次世界大戦前は、ワイマールドイツの経済会議やイタリアのファシズム国家の団体統合原理である、職能代表制を指したが、第二次世界大戦後は、政府と労働組合などの巨大な圧力団体との密接な関係を指すようになった。また、ネオコーポラティズムは、 新協調主義や新協調組合主義とも訳されている。公式なコーポラティストのモデルは、農業や経営、民族、労働、軍事、公園、科学、宗教などのコーポレートグループの集約的な体への契約を基礎とする。コーポラティズムの最も著名な形態の一つは、経済政策を設定するための経営、労働、国家の利益集団の間の調整を含む三者、 公成原則である。コーポラティズムは階層的な機能という社会学的な概念に関連している。集団的で社会的な相互交流や相互作用は家族や一族や民族などの親族集団の中では一般的である。人間以外でもペンギンなどの一部の動物の種は強い集団的な社会組織を示すことが知られている。 自然では有機体の細胞は集団的な組織体と相互作用を含むことが認識されている。コーポラティストの共同体や社会的相互作用の視点では、キリスト教やイスラム教、ヒンドゥー教、仏教、儒教などの宗教が主要世界では一般的である。そして何よりもコーポラティズムは政治的スペクトルをまたがった多くのイデオロギーを使用してきており、 それには、絶対主義や資本主義、保守主義、ファシズム、自由主義、進歩主義、反動主義、社会民主主義、社会主義、サンディカリスムなどが含まれる。コーポラティズム的な着想は、19世紀後半以降の非常に多種多様な思想の中に垣間見ることができる。具体的には、などが挙げられる。また、バイマル憲法における経済議会は、 コーポラティズムの制度化とも考えられる。国家コーポラティズムの典型例としては、イタリアのファシズムにおける、コーポラティスト国家が挙げられる。これは、元マルクス主義者で、ファシストのアルフレド・ロッコが理論化した。このほかポルトガルのエスタド・ノボなど、戦後のイベリア半島やラテンアメリカの権威主義諸国も、国家コーポラティズムの性格を有していた。ただし、フィリップ・シュミッターは、 思想としてのコーポラティズムも政治システムとしての国家コーポラティズムも検討が十分ではないと指摘している。戦後のヨーロッパの小国では集権的な利益集団システムや政府、労働組合、経営者団体の協調に基づく政策過程が観察された。シュミッターやゲルハルト・レームブルフは国家コーポラティズムとの外見的類似性からこのような政治システムを ネオコーポラティズムと呼称した。特に1970年代に先進諸国がスタングフレーションにあえぐ中でネオコーポラティズム体制を構築していた開放経済の諸国は比較的良好な経済パフォーマンスを維持していた。ネオコーポラティズムはこのことを説明する政治的要因としても着目された。ネオコーポラティズムは主に賃金政策や マクロ経済政策の分析に使用される概念である。これを例にとって定義すると以下の通りである。ネオコーポラティズムと多元主義利益集団システムネオコーポラティズムは最も競技には集権的な利益集団システムを指す。例えば労働組合の場合、集権性の度合いは、などの指標によって測られる。このように利益集団システムの集権性の度合いが強いほど、 その国のコーポラキズム度は高く位置づけられる。団体交渉労使交渉が、工場レベル、企業レベル、産業レベル、国レベルなど、どのレベルで行われるかは国によって、また年代によって異なる。労使交渉が、国レベルなどのハイレベルで行われ、かつ、労使の上位組織による交渉結果が、それぞれの会組織を強く拘束する場合、コーポラキズム度は高く位置づけられる。 政策過程労使の利益集団システムが高度に集権化されている場合、政府はそれぞれ頂上団体にそれぞれのセクターの利害を包括的、独占的に代表させ、利害調整のパートナーとして政策決定過程に組み込むことがある。また、政策決定における独占的な地位と引き換えに、政労使の利害調整を経て決定された政策について、 労使の頂上団体が円滑な政策実施に対して責任を負う。そして頂上団体は当該政策が自分たちの利益にかなうことを会組織に説明し、その需要を強要する。さらに行政機関に代わって労使の利益集団が政策実施の一部を担うこともある。このように利益集団が政策過程に組み込まれる度合いが高いほど、 コーポラティズム度は高く位置づけられる。多元主義との違い利益集団システムのとしてのネオコーポラティズムに対して対極に位置づけられるのが多元主義である。すなわちという状態である。多元主義の特徴が強い国としてはアメリカが挙げられる。マクロ経済への影響ネオコーポラティズム論においてインフレ率などの経済指標と労働組合の強さの関係について 通説と異説の見解に分かれる。通説的理解では、労働組合が強さや集権性に反比例してインフレ率が低くなる傾向が主張される。その理由としては、などと説明される。これに対して、異説では、労働組合の力や集権性が弱い場合と強い場合の両極端でインフレ率が低くなり、その中間で、 インフレ率が高くなる傾向が主張される。労働組合の力が弱い場合、市場メカニズムに従って、賃金水準が決定されるため、インフレが抑制される。しかし、労働組合が文献的ながらも一定の交渉力を持っている場合、賃金交渉における集合行為問題により、インフレが生じる。賃金交渉における集合行為問題が回避されるには、 労組の全国組織が賃上げ抑制を参加労組に強要できる程度に労働組合が集権的に組織されている必要があるとされる。福祉国家との関係集権化された労働組合が賃上げ要求を抑制する場合、その見返りに経営者団体が社会保障政策の拡充を容認することがある。逆に、左派政党の政権下で賃上げ抑制に対する 見返りの政策が期待できる場合、集権化された労働組合は、賃上げ抑制に応じやすくなる。また、普遍主義的な社会保障政策は、失業率が上昇すると一気に財政負担が増大してしまうことから、完全雇用の実現が前提条件となる。このため、普遍主義を施行する福祉国家では、積極的労働市場政策が推進されることが多い。 ネオコーポラティズムの性格が強い国では生産性の高い産業への労働者の移動や産業の再編、合理化に対して労働組合が協力することがある。衰退しかし1980年代頃からネオコーポラティズム的な性労使の協調体制の衰退が指摘されている。原因の一つはグローバル化の影響である。すなわち資本の国際移動の自由化により 国内産業の流出する可能性が生じたことから政策決定における経営者団体の発言力が高まっている。また製造業からサービス産業への産業構造の転換によって労働者の均質性が失われ労働組織率の低下に伴って労働組合の発言力も低下している。例えばスウェーデンは従来からネオコーポラティズムの典型例と言われてきたが 社会民主労働党のゲ野に象徴される労働組合の体調、1980年代以降の賃金交渉の文献化、行政改革、税制改革、福祉政策の削減など、ネオコーポラティズムの著しい衰退が指摘されている。ありがとうございます。